アブローラは、ロシアのジアーナ級防護巡洋艦である。現在は、ロシア革命の象徴の一つとして、記念艦となり、サンクトペテルブルクのネバ川の河畔に経流、保存されている。艦名は、ローマ神話に登場するアウロラのロシア語名にちなみ、日本語文献ではしばしばアウロラ、オーロラとも書かれる。アブローラアブローラは、極東に開港され、太平洋艦隊に配備される、 ジアーナ急防護巡洋艦3隻の一隻として、1897年5月23日、サンクトペテルブルクのアドミラルティ造船所で寄港した。日露戦争開戦時には、戦艦オースラーベアなどと共に、旅順に派遣される途上であったが本国へ引き返している。その後、第二太平洋艦隊に編入され、ロジェストウェンスキー提督の指揮下、極東へ派遣された。 極東海港の途中には悪名高いドッカーバンク、事件で遊軍艦艇の放火を浴び、損傷を受けている。1905年5月27日に連合艦隊と交戦し、艦長が戦死するなど損傷を負った。27日夜には、オレークなどとともに南方へ逃走を図り、6月3日に中立国であるアメリカ領フィリピンに到達し、マニラで抑留された。 1917年に取られたアブローラ1906年にバルト海へ戻ると武装を下ろしてバルチック艦隊の練習艦となりバルト海、地中海、インド洋で活動した。1914年第一次世界大戦が勃発すると巡洋艦に服し翌1915年改装工事が着手され 152mm 砲14門に完走された。 1916年年末に大改装のため、ペトログラードに開港される。しかし、アブローラが移動したペトログラードは、革命前夜の緊張に溢れ返っていた。1917年2月革命が勃発すると、アブローラの乗組員の一部は、反乱に参加した。アレクサンドルベリシェフを長とする、革命委員会が、館内に設けられ、多くの乗組員が、ボリシェビキに同調した。 1917年10月25日アブローラは概要への公開命令に公明し、ここに10月革命の火蓋は切られた。同日午後9時45分前部手法が砲撃を開始し、これを合図に東急攻撃が開始され、アブローラの乗組員も戦闘に参加した。これにより、1917年におけるロシア革命におけるアブローラの果たした役割は重視され、 以後のソ連の歴史化によって、ロシア革命及び、ソ連史上、最も劇的な瞬間の一つとして懸念されることになった。もっとも、ソビエト連邦の崩壊後の歴史の見直しによって、アブローラの果たした役割についても検証が行われた。その結果、アブローラの砲撃と武装放棄への参加には、疑問符が投げかけられるようになった。実際、ソ連時代の歴史家たちもこの問題に対しては、 様々に異なる見解を発表して歴史的な争点ともなっていった。例えば、アブローラの投球砲撃を疑問視する歴史家からアブローラが当日ペトログラードに不在であったと主張するもの挙句の果てには現在ネバ側にあるアブローラを複製品であると主張するものまで現れ、アブローラをめぐっては拒実取り混ぜた様々な言説が飛び交っている。 アブローラ1922年アブローラは、再度、練習艦となる。第二次世界大戦のレニングラード攻防戦では、アブローラの砲塔は、戦隊から撤去され、陸上砲台に転用された。戦隊は、オラニエンバウム港のドックに収容されたが、連日、ナチスドイツ軍の砲撃にさらされ、ついに1941年9月30日港内に、着艇した。 1944年7月20日に付与され、戦後の1945年から1947年にかけて大規模改修が行われた。1948年より練習艦としてネバ川河畔に係留され、記念艦として高級的に係留されることとなった。1956年海軍博物館の一部として博物館船となり公開された。以来、 現在に至るまで一般公開され約2800万人がアブローラを見学したとされる。なお、アブローラは1927年11月2日革命における訓行を称えられ赤旗勲章を1968年2月22日に10月革命勲章をそれぞれ授与されている。アブローラ、ありがとうございます。